どうも高井です。新 PR 戦略不景気な時代の売れる策略。対象となるのはなかなか変わらない定着した習慣や思い込みによる行動。お墨付き信頼性の確保編の話をします。サムスンと専門医が連携した自閉症アプリ、アメリカ疾病予防管理センター CDC の調査によると、自閉症を抱える子どもは68人に1人、言語発達の遅れや極度のこだわりという特徴のほか、周囲との交流が困難という症状がある。相手の気持ちを理解することが得意ではなく、あまり笑わない。そして他者とアイコンタクトを取らない。それはたとえ母親であっても。一方で自閉症の子らはスマートフォンやタブレットなどのデジタルデバイスには非常に興味を示すという研究結果があるのだそうだ。そこでサムスンは自社の技術力を駆使して、アイコンタクトを取りながら相手と会話する術を身につける手助けをするインタラクティブカメラアプリを開発した。このカメラ開発プロジェクトには韓国のソウル大附属病院や遠征大学などから自閉症や心理学の分野のエキスパートが参加。出来上がったアプリを使って20人の自閉症の子どもに対して8週の間実験を行ったところ、被験者の 60% のアイコンタクトの改善が、 40% は感情表現の改善が見られたという。この実験結果はリリースとしても発表された。完成したアプリは最初韓国とカナダで公開され、 Android OS の教育カテゴリーでいきなり1位になってしまった。その後公開されたイギリスや北米、ブラジルなどでも5位以内に入り、それ自体が大きく報道されたという。この事例は PR によって大事なコネクティビティ、つまり第三者の巻き込みとお墨付け、非常にうまくいったと言える。例えばこのアプリをサムスンが他のアプリと同じように自社のみで開発し、これは自閉症の改善に効果があるんですよと言って公開しても PR 的にあまり成功しない。特にヘルスケア分野では専門家を巻き込まないと信頼を獲得できないからだ。ルックアットミーはインフルエンサーでも自閉症の専門医のお墨付きを得ながらインタラクティブアプリというサービスをリリースした。非常に現代的な PR 手法と言えるだろう。だから権威と共に協力してタッグを組むという、非常に、ね、成功した事例というのも、ね、参考にしてみてはいかがでしょうか。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。